プール掃除をしたのは蛭間小学校の6年生およそ30人。こちらの学校では毎年プール開きを控えたこの時期に6年生児童と先生が一緒に清掃を行っています。プールサイドにたまった枯れ葉を集めたり、壁についた苔を落としたり、1年間でたまった汚れをブラシを使って念入りに掃除していきます。大きなプールは人海戦術で、ホースの水しぶきを浴びながら子どもたちが協力して磨き上げていきます。2時間ほどでピカピカになりました。やり方とかあまりわからんかったけど、綺麗になっていたのでよかったです。楽しかったです。またやりたいです。やっぱりなんか床とかが綺麗になるのを見ると気持ちよかったです。プール開きは来週を予定しています。水泳の授業が待ち遠しいですね。